はい。今回は山本太郎さんの新 NISA への懸念と、2024年株価4万円超えと騒ぐ謎について考えてお伝えしていきます。今回もよろししくお願いいたします。 最初にお話し,しますが、僕は NISA とか、まあ、投資とか全く分かりませんので、まあ、そのことについてね、どうのこうの言うことも全くないんですよでか。各自のご判断ですので、それに関して別にどうこうないんですけど、まあ、ただやっぱりいろいろ調べると、まあ、おかしいことがあるなと思いますし、このね、2024年の株価が4万円超えと大きく騒いでるのっていうのも、これも何か裏があると思います。で、まあ、あの先ほどお話し,しましたが、僕はその新 NISA とーーいうのは非常に疑問があるんですよ。 でまあ、昔ですね、このななんかなんていうの、なんか CM かなんかを忘れましたけど、なんかよく考えようとかね、お金は大事だよとかって、そんなのあったじゃないですか。まさにそんな感じだと思うんですよ。うん、で、いきなりニュースに入る前に、まず山本太郎さんがまあ何をおっしゃっていたのかっていう話とか、まあそちらに関してですね、ちょっと注目するまあ内容について調べましたので、まずこの内容からですね考えていこうと思います。ままずですね、まああの かなり難しい、えーまあ、経済の話をしてるんですが、まあ、よりね、えー、まあ、僕もリ,リスナさんも分かりやすくとうでか考えていこうと思うんですが、なんかあ多分頭のいい一般人ですが、こういったものを投稿している人がいるんですよ。日経平均についてとかっていうことなんですが、日経平均っていうのは、あまあ日本銀行券を発行して、被差させしているということで。 企業の発展が伴わないと、まあ、日経平均は暴落するということで良くも悪くも国民次第じゃないかということなんですがこの方です、ね、前半になんかすごく難しいことを言っているんですが後半の部分がです、ね、かなりちょっと疑問なんですね。 良、えー、くも悪くも国民次第って言うんですが国民次第でどうにもならないでしょうこれ今の今のこの景気の悪さ、うん、あの皆さんも僕も思ってると思いますが、ね、中小企業の倒産とかものすごく今増えてるわ,わけですよあと例えば個人とかフリーランスの方がインボイス制度で廃業したりとかね、うん、だからあの企業の発展っていうのはこの今の ねえー、疲弊した経済状況下においいいては望めなとうことですだからこの状況を考えるといのはつしかないんですよ政府が積極財政って,言ってお金を、えー、そ,そういったものに投じるしかないんですがそれをせずに、えー、その投資を国民に進めるっていうことは非常におかしいんですねあとはですね、えーまあ、こういった意見もあるんですよこれも、まあ、多分まとえてるんじゃないかと思うんですが株が上がったら日本が良くなるとかって、えー、そんなことはないってことですよ。 でえーまあ、どんどん悪くなっている今の現状を考えると株とか、まあまあ、投資でしょうね株とか投資どころではないと、まあ、そういった、まあ、どちらかというとかなり現実的な意見であると思います。で今度ですね、えー、ここら辺からですね、まあ、2024年になったので、まあ、僕も、まあ、リ,リスナーさんもみんなでこれを考えていこうと思うんですが必ずですね日本とアメリカ日米の関係が出てくるんですが まああの米が崩壊しなければ日本のまあ崩壊はないと、まあ、つまりあの米の株が、ね、崩壊しなければ日本の株が崩壊することはないということなんですがこれっていうのは逆を考えると米が崩壊したら日本も崩壊するということなんですよそんなことってあるかないかってあるんですよ全然2024年ってね、えー、アメリカの大統領選があるじゃないですかだからあのアメリカの,その大統領選とかあるいは2025年にどうなるかっていうのが分からないんですよでアメリカっていううのはもう 国内経済が破綻してますが、それをどうにかこうにかね先延ばし先延ばしにして、どこかで何か大きくなる可能性がある、で実際2024年度中にそういうアメリカで大きなことがある可能性があるんですよ、当然日本も、ね、それに影響されると。でで今度は例えばですねまあ 日米の関係あるいは米中の関係等うですが中がですね米国債をなんか売ってるっていう話もあるんで、えー、いずれにしてもこのあのあね米の大統領選で、えーまあ、日本はかなりねマイナスを食らう可能性があるんでそう考えるとそのね安易に NISA を進めるとか NISA がいいとかそんな話では全くないんですよっていうふうに思います。 で少し前なんですが1ヶ月ぐらい前になりますが12月2日にですね岐阜のおしゃべり会で山本太郎さんがおっしゃっていた内容っていうのがありましてこの中で 山本太郎さんもね、例えばその完全にその、ね、話してる中で NISA を良、まあね、くないとかいいとか、そんなことは言ってないんですが、まあ、国が、ね、そういったものを投資を、まあ、積極的に進めるということは疑問が残るということで、かなり懸念しているようなことをおっしゃってたわけですよ、つまり政府が NISA に誘導しているということですよねで。山本太郎さんおっしゃってますが、まあ、政府とか国っていうのは、ああもうそは消費を喚起することが大切、景気を上げる、ね、経済循環を良くすることが大切ということをおっしゃって 本当にそう思いますでその中でですね介護とか保育の方の給料をアップさせることが、まあ、必要であると、本当にごもっともです、そんな投資がどうとか NISA ーーがどうとか、そんなことではないんですよ、でその中小企業に今必要なことっていうのは、いつも山本太郎さんがおっしゃっているように、消費税廃止なわけですよ、消費税を廃止すれば、その分です、ね、浮いたお金がある,ある、そこから賃上げということになるかもしれませんが、それをせずして国民に、ね、その投資を促す、そんなことっていうのもおかしいのもいいところです。 で山本太郎さんがあこ,れこのことをおっしゃっててこのことに関してはあの山本太郎さん以外の一般人も、ねえまあ、僕もあとみな皆さんも思うかもしれないんですがこんなことを言ったわけですよ。 岸田がです、ね、2000兆円日本国民の資産を、まあ、投資に、まあ、促進するみたいな言ってますがそれっていうのは完全にグローバル企業の言いなりになるわけですねで山本太郎さんがあこの場でもおっしゃってましたけど岸田っていうのはあ国際金融資本家の言いなりですから話にならないわけですよそういった岸田のです、ねえー、口車に乗って投資したらいいかなとかって、ねえーまあ、お金がなくなってしまったりとかき厳しいじゃないですかで今っていうのは国民生活が厳しいんでその余力がない人もいると思うんですよそういったことも慎重に考慮 すするる必要があると思いますでこの岸田のですね2000兆円の話っていうのは、まあ山本太郎さんもそうですし、他の方もこういったことを、えー、おっしゃっているわけですね。うん 岸田がですねロンドンシティの、まあ、国際金融資本家、あるいはですねその金融の、まあ、関係者の前で、日本にはまだ2000兆円の、ね、家計金融資産があり、それを投資に振り向けていくということでえ、岸田に投資してくれとかね、ねインベスト岸田とかなんか言ってましたけど、意味のわからないこと言ってましたけど、日本国民の,この、ねえーまあ、金融資産2000兆円を投資させるということで、国際金融資本家の者、まあ、たちに、 まあ尻尾を振ってるっていうかまあそういうことを言ってると思うんですよで実際これこういう,ふうに言われてるんですけど日本国民の大切な家計資産を外資に献上するって岸田ってどこの国の内閣総理大臣どこの国の首相なのか意味がわからんって本当にそう思いますよだからこの信任者一つにとっても慎重になる必要があるんですよで、えー、例えばですね今度はそのお,おそらくなんていうのかなあ投資に詳しい人があ多分投稿していた話なんですが、えー その国際金融資本化とかあるいはです、ね、一部富裕層の資本化というのは儲けるわけですよ。 でこれ、投資とか、まあ、その株とかっていうのもそう,そうだと思いますが、えー、儲けるというのはあ損をする人っていうのがいるんですよ、儲ける人と損をする人というのは表と裏の関係にありますから、つまり、えー、素人投資家がいて、ですね、その人たちが損をすることによって、金持ち投資家が恋とる、儲かる、そういった感じだと思います。で、えー、この方の意見というのが非常に的確だと思いますが、政府が推しているもの、政府が推奨しているものというのは外圧でしかないと、外国からの圧力ですね、つまり新任者ってというのは外国からの圧力である可能性が非常に高いわけですよ。 僕たちにそういうことを言いませんけどね。だからこういったことをまあ,あの注意して、えー、考える必要があると思います。で、なんかね、またちょっと難しいことをおっしゃってる方もいて、新ニーサっていうのは2025年以降に、えー、まあ,あ、なんていうのかね、アメリカの株がピークになって、えー、為替リスクとか下落リスクが高くなると、2025年以降に。だからあ、今始めてもすぐじゃないですよね。あと2年後ぐらい。 で予測40から70マイナスっていうことでね、ちょっとなんか予測40から70マイナスって意味がわからないんですが、1年から2年で、えまあそこまで停滞するとか、まあそういったことが言われていたりとか、で結局なんか新ニーサーとかって言っても、まあ僕もそうですし、まあリリ,リスナーさんの中でその方がいらっしゃるかもしれないわけですが、えー、経済的に厳しいわけですよ、国民がね。その余力がない人が多,多い中で、それどうやって投資をするのかと。で、実際、えー、新ニーサーの前にニーサーの時で、 あの途中でですね経済的に厳しくなって解約したっていうこともおり生活が厳しい方にはまあ難しいっていうことなんですよだから逆を言うと生活が厳しい方には難しいし生活にゆとりのある方っていうのもねその外圧によってお金を失う可能性っていうのがあるんですよで、えー、やっぱりこういったマイナスの意見が出るんですが日本 あるいは日本国民から搾取しようとしている可能性がある新 NISA ということで,で新 NISA から始まるんですね、2024年からあ日経 株価はあ急落していくって言ってるんですが、ちょっとこの株価の話もですね、えー、なんていうのかな、表と裏っていうか、全く逆とかになるニュースがあるんで、これもわからないように、まあこう,こう,こういうね、えー、なんていうのか株式市場っていうのは、その一部の人間たちがわからないように操作してる可能性っていうのがありますから、うん、僕らには全くわからない、で少なくとも僕にはわからないですけど、まあ、その可能性を考えるっていうことですよね。で、やっぱり、えー、そういったことを考える人ってのは他にもいて、まあ、新ニーサというまあ投資ですけど、それっていうのはやっぱりね、えー 富裕層が価値価値っていうかだから養分にされてしまうっていうことを言ってるわけですよで政府っていうのはそういうことを分かった上で何を考えてるか分からないっていうそういったまあ懸念があるこういうだからマイナスのところをまず考えることが必要なわけですねまずここまでです。 で、えー、ここ最近、こういうことがニュースになっていたんですが、このニュースっていうのも非常にですね、国民をこう i s a のほに、新ニーサの方に誘導する可能性があるんですね。じゃあ、どういうニュースかっていうと、新ニーサがスタートする2024年ということで。 うん、株がどうなるのか、市場では株が上昇すると期待するということで、でなんかよく分かりませんが、株上昇を保証するアノマリーっていうのがあるらしいんですが、あこのアノマリーっていうのは、えーまあ、あの経験から基づいた判断ということなんですが、まあ、ここら辺が非常にうさんくさいですよね。うん、非常にこのなんか、僕、うさんくささを感じるんですが。 このアノマリーがあるとか、まあ、なんかどうのこうの言って、ですね過去にこんなことがあるとかって言って、だ過去にこんなことがあるとかっていうふうに言って、えー、おそらくまあ、なんだろうねそっちが入道しようとしてると思うんですよ。そのバブルの時1987年は、えー、大きく伸びて、えー、1988年は高値で追って、1989年、過去最高値をつけたということなんですが、その後どうなったのかっていうのはわからないですよね。うん、で 阪神タイガースが優勝した後に株高になるとか、そんなことがもう書かれているニュースなんですが、まあ、なんだかわからないですよね。うん、で、まあ、いいんですよ。わからないから、こんなねニュースっていうのは別に違う意味があると思うんですが、でこの、今年去年か、去年の2000、去年2023年12月29日に、 WBC のですね監督、栗山っていうのがあ、まあその、なんかしたんですよ、イベントをした、ご存知の方がいらっしゃるかもしれませんが、なんか金を打って、今年1年を締めくくるとかっていうふうに言ったんですが、まあ、その時に株がなんかこう上がっているみたいなことを言ってるわけですっということを書いてるわけですよ。で、なんか明らかに誘導してると思うんですね。この 2011年はなでしこジャパンの,、まあ、その監督がなんかどうのこうの22.9%上がったとか2018年はこれサッカーの、まあ、西野という監督がまあ招かれた時は18.2%上がったとか,か過去の,変あの,過去の、まあ、法則から上がると来年も20%以上上がるとかで今、株価が3万3千円ぐらいだから4万円を超えるとかっていうことを非常にこう、ね、新 n i s を誘導するようにしていると僕は思うんですよ、このニュースからね。 で株価は上がる可能性が高いとか、あるいはその大統領選があるときは、まあね、ニューヨークダウンは上がりやすいとかって言ってるんですが、ここにあるんですが、アメリカ株が大崩れしなければ、日本株が大崩れすることはないっていうんですが、アメリカ株が先ほど言ったように、大崩れする可能性があるんですよね。うん、で、この、まあ、ニュースも意味がわからないことを書いてますが。 中国から訪日客が来ればインバウンド需要がさらに高まる商品も活発になるんですもうこの時点でこのニュース間違ってるってことはわかるんですよ あの日本というのはインバウンド需要ではないんで、日本国民の個人消費が、ねえー、その経済を支えてますから、日本国民の個人消費が悪かったら話にならないわけですよで。日本国民の個人消費をどうやって上げていくかっ,て言ったら、消費税廃止とか、ね、消費税減税とか、そういったものをしないといけないので、インバウンドでって言ってる時点で、このニュースももうだめだなと思いました。うん、だから、まあ、あまりあこういうことを的確に伝えるニュースっていうのはないんですよ。ないと思ってるんですが、このニュースもここでまあおかしいということは気づく。 そしてやっぱりですね、人の目を引こうとしていると思うんですがこの栗山英樹っていうのが東京証券取引所にえまあ来て金を鳴らしたということで注目されたんですね。うんあのー、まあその日本の WBC の監督が来てえどうのこうのって言ってえね株高が上がったとかなんとかって言ってますがこれっていうのはポーズの可能性があるんで気をつけないといけないんですよ。うん、何を言ってんのかっていうとう あの2024年、新 NISA への誘導をするために、こういったことを、まあ、イベント的に行っている可能性があると、まあ、僕はそういうふうに思います。で、今度はニュースとは全く別なんですが、こういった意見もあるんですよ。ちょっと、まあ、難しいっていうか、長めの、まあ、書き込みっていうか、投稿っていうのがあるんですが、新 NISA っていうのは危ないなっていうことなんですね。金融バブルを繰り返して、日本経済を崩壊させる可能性があるっていうことなんですよ。まあ、かなり難しいですが。 マイナス金利、国債の買い受け、消費税の引き上げ、株式購入とか、謎の政策を行ってきた、まあ、財務省ということでね、うんで、その状態で新 NISA も問題になる可能性があると、だこれ、財務省がやっぱり関係しているわけですよ。ただこの、この書き込みでは、ですね、財務省がバブルを抑える手立てを持っているのかどうかとか、まあ、ちょっと難しいことを書いてある,あるんですが。 でこ,この人っていうのはおそらく、まあ、この一般人というか詳しい方なんじゃないかと思うんですがこの今の話題になる前から多分そういったものをこういったものを投稿していたんですよ。 新 NISA を始めれば日経平均が4万円を超える日がまもなくやってくるって、なんか誘導してるわけですよね。うん、新聞、マスコミ、経済学者っていうのが、あもうね、えー、まともなことを言ってるとは思えないっていうことです。で、実際に NISA、えー、ーを始めれば誰でも儲かる、簡単とか買えば儲かるっていう、ますそんなことはないということです。僕もそう思います。そんな簡単な話でもないし、そんな単純な話でもないし、かなりこれっていうのは裏があると思うんですよ。うん で、えー、まあこういった現実の話っての受けが悪いのかもしれませんがデフレ化で資産が増えないって当たり前ということなんですね失われた日本の,この30年ってそうじゃないですかで、えー、まあどういうことかというとおまあ株式市場というかまあ、実体経済が貯金より借金が多くなっているっていうまあことで資金不足なんで、えー、金融市場、不動産市場には金が流れていかないということなんですよ。ねつまり金融市場 金融資産、不動産の価値が下がっていくっていうことで、まあ、それをひっくり返すために、この財務省がね新 NISA をまあ宣伝し始めたって、だから財務省と岸田ですよね、でその新 NISA が始まると株,が株価が4万円になるとかどうとかって、まあ、言ってるんですが、まあ、どん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 それっていうのは、個人とかのお金が、えー、ね、えー、市場に入っていって、よりデフレの深刻化っていうことをか考えられるっていうことなんですよね。うんで あのまあ、もしなんですが、株価4万になって、えー、その時はどうなるのかというと、新 NISA で、えーまあ、買った人たちがたくさんいるから、あの株を売ることができないと、財務省もどうなるか分からない、もうパンクするかもしれないとかって、そういったことを言ってるんですよ、それ、実際になってみないと分かりませんが、こういったことが言われてるっていうことを思った方がいいと思います、なのそ,のそ,それを思った上でやる、やらないを考える方がいいと思うんですよ、な,なぜこの話を真剣にしてるのかというと、まあ、知らずにです、ねまあ、新ニーサがいいんじゃないか って思ったら実はねそうではなかったとっいう可能性があったら、あとで大変なことになるじゃないですか。うん、で結局、そのまあ外資がですね政府が株を売れないと見たら、外資が株を買うとかね、えー、まあ、値下がりのない株っていうのは外資にとって得とか、まあ、そういったことがまあ言われているわけですよ。でその 実体経済が伴わない、その株価の下落っていうのは、外資に見抜かれて一気に売られて日本崩壊の可能性があるっていうことです。で、多分この方の言ってることの方が正しいと僕は思います。ニュースっていうのはその大衆をね、な何かあその誘導する目的を持ってると思うんですが、 でこの新 NISA からです、ね、同じような現象としてはバブル崩壊の、まあ、そういったことが起こって日本経済が本当に崩壊してしまうんじゃないかということでそういった意味でもこの新 NISA というのはやめた方がいいし日本経済が崩壊されるという、まあ、そういったことを言っていると。 確かにそう思いますで、えー、ちょっとですね、ここから2つ最後に、わ、え、り、ー、と、まあ、単純というか、難しい話を言って言ったんですが、割とこう単純に、えー、単純というか、分かりやすいっていう話で、でこういう話をね、えー、結構分かりやすくする人っていうのがあんまり多分いないんですね、まあ難しい話だから。で、その難しい話で分からずに、なんか、新任者は儲かるんじゃないかというか、そんな話ではないということで、で例えばこういったことを言ってる人がいます。 日本における投資話っていうのは全部搾取するためにあるっていうことなんですね。一部貴族の生活のために、えー、まあ搾取すると、うん、そのために、えー、まあその国家事業的なそういったようなことをしている可能性があると。うん でその日本国民全員からですね、えー、こう幅広くそういったものを語りか,語りかけて、搾取しようとしているものがニー s あるいは新ニーサの正体である可能性があるということなんですね、うん、信用できないし、えー、当てにできないということをおっしゃってます。 まあこれっていうのもわからないんですけど、まあ、その投資っていう話であれば、別に僕はこの話もね、別に推奨もしないしね、何もないですけど、まあ、シンガポールの銀行とかに、えーね、入れて利子をもらう方がいいんじゃないかとか、富裕層はそんなことをしてるとかって、えー、いうことが書かれていたりとか、ね、経済的に厳しい人からも、まあその搾取、絞り取ろうとしてるっていうのは、この新ニーサーの正体であると、まあ、こういうことをおっしゃってます、そして最後に、えー、この話で、この話が非常にわかりやすいんですよね。 2024年から新ニーサが始まる。 しかし、まあ、投資の、まあ、有名な金持ち、もうとんでもない金持ち、ウォーレン・バフェットっているじゃないですか。名前聞いたことある方いらっしゃると思いますが、ウォーレン・バフェットは何をしているのかというと、アメリカの景気を、景気後退を予想して、<laughs> もうほとんど、えー、米国株を売って現金にしているということなんですよ。んだつまり、あの米の状態が悪いということをウォーレン・バフェットは、まあ、予測しているわけじゃないですか。しかし、そんなことを一切言わず、新者へのまへの勧誘を語りかける岸田。ねそしてそこで 貯蓄から投資へとかっていうことを言うんで、あそれはいいかもしれないと思うかもしれないんですが、全然違うということです。国際金融資本家の、えー、まあ,あね、そのなんていうのかな、養分になって国民が <laughs> 損をしてしまうそ、その可能性が非常に高いと思います。このあ、まあ、新ニー s a のは話っていうのが <laughs> 結構よく出るんで、まあ、ちょっとあのこ,こちらの件についてですね <laughs> お、お伝えさせていただきました。 ちょっとすいませんあの喉の調子が、えー、ちょっと悪くなってしまったんで <coughs> 今回はここで終わります、えー。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。